96年8月20日に設立されたアメリカ合衆国オハイオ州内にある軍である。2000年現在人口は73,345人である。この軍の軍長所在地はオハイオ州の最初の州とチリコシーである。ロス軍はペンシルベニア州選出連邦党上院議員ジェームズ・ロスに由来している。州道180号線が走るチリコシーの北東部。 アメリカ合衆国統計局によると、ロス軍は総面積1795桂平方メートルである。このうち1783桂平方メートルが陸地で0.66%の12桂平方メートルが水域である。2000年現在の国勢調査で、ロス軍は人口73,345人、27,136世帯。 および19,185家族が暮らしている。人口密度は41平方キロメートルである。17平方キロメートルの平均的な密度に29,461件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人91.74%、アフリカン・アメリカン6.20%、先住民0.31%、 アジア0.35%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.19%、及び、根ー1.20%である。この人口の0.58%はヒスパニック、または、ラテン系である。この郡内の住民は24.00%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が8.60%、 25歳以上44歳以下が31.60%、45歳以上64歳以下が23.60%、および65歳以上が12.20%に、わたっている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は108.30人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は109.00人で、 あるこの軍の世帯ごとの平均的な収入は37,117米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は43,241米ドルである。男性は35,892米ドルに対して、女性は23,399米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,569米ドルである。 18歳未満の15.10%及び65歳以上の10.20%を含む家族の約9.10%及び人口の12.00%は貧困線、一家である。自治体及び軍区表示のロス軍地図。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日,日閲覧。ありがとうございます。